WK世界スーパーヘビー級ダブルタイトルマッチ戦を行います。 176cm、92kg、 WKSEKAISUPERHEAVYQCHAMPION、オーストラリア、フィッツロイ・オールスターズジム所属、スタンザンマン。赤コーナー、185cm、93kg、 UKF 世界ヘビー級チャンピオン、聖堂会館、佐竹正明。レフリー、碇厳守、ジャッジ島光雄、デニー幸秀。
Come on.
フリンチ膝ね、フリンチで膝ボンボ入るから、ほら使え、ほらほら、その時プレッシャーかけてくる、プレッシャー、アクセルの位置に注目しております。千葉のご覧ください。4つかコーナー使ってドーク使え、ガンガン打つよ。ほら相手の足見てみ、足あの色ドキドキ入ってる。で、パンチ来たらな、ステップアップするんじゃなくてブロック中入ってる。ガッ、思ってたから
かいので疲れてると思う。セコンドアウト。パンチ OK。はい、これ小さいの、細かいの、細かいの。はい。全然握ってると。
ッチ島光雄、48対43佐竹正明、ジャッジベニーユキーレ、50対47佐竹正明、レフェリー猪狩弁秀、50対45佐竹正明。以上3対0をもちまして、佐竹正明選手が新チャンピオンに輝きました。沖縄行ってのキャンプと、それからアメリカ行って、それからブリッジ、ジェットセンター行ってパンチやって、向こうで結構ね、いろいろパンチのテクニック教わって、でその前にオランダでヨハンボーさんのとこで、はい、そのいろいろテクニック教えてもらって、あれなんかすみません、そういう意味ではものすごい自分自身内心すごいなんかゆとりっていうか、でもやっぱりリングの上に上がったら、やっぱり本当に意地の張り合いじゃないけど、やっぱり日本背負って、そのなんか今僕はその格闘技が引っ張ってる時間を持ってたから、ここでやっぱりね、あいつもなんかオーストラリアのね、やっぱ看板選手だから、ここはやっぱり負けたらあかんっていう意地があったし、やっぱりなんか後ろのセコンドでみんながついてくれて、すごいなんか楽しんだじゃないけど、ものすごい燃えました。はい、やった、ほっとした。もう何よりも練習とかしんどかったから、早く試合がしたくてね。はい、平中さんも最終ラウンド喧嘩してこい。今までの3年間のなんか総決算っていう感じで、そしてなおかつ今からまた僕が新しくまたトレーニングし直して、次の目標に向かって頑張っていきたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。皆さん本当に、それから石井館長もものすごく本当感謝してます。皆さんのおかげで勝てました。今日のね、よろしくお願いします。勝ったのはさ、本人がさ、こんな言うけど、沖縄で本当に練習したんですよ、ね、練習の成果。